CPU、マザーボード、メモリ、ストレージ、電源、ケース、グラボ、OS、合計9万。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は10万円で組めるゲーミングパソコン構成第2弾。こちらを紹介していこうと思います。あ、この前の動画が伸びたからってまたやるのね。それに先日また懲りずにグラフィックボード買ってきたもんね。それは、ごめんなさい。あ、逃げた。ということで、今回はインテルコア i3-12100F とラデオン RX6500XT を使用して、OS 込み10万円の構成を考えていこうと思います。先日 RX6500XT を使用してみたのですが、フル HD であればそこそこゲームが遊べるパソコンが作れると思うんですよね。ということで、もしこの動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編行ってみましょう。ということで改めまして、今回も10万円でそこそこ使えそうなパソコンを考えていこうかなと思います。前回はどんな構成で考えたんだっけ？はい、それなんですが前回の構成はこんな感じとなってます。前回は i3-12100F と RTX3050 を使ってゲーミングパソコンを作ろうと思ったんですが、想像以上に RTX3050 が高くなりそうなんですよね。それだと10万円で組むのは厳しそうね。ですです。なので今回は改めて10万円で組めそうな構成を考えていこうと思います。そこで先日買ってきた RX6500XT を使うのね。シュラミちゃん。私のセリフ取らないで。では今回新たに考えたパーツたちを紹介していきます。まずは今回使用する CPU のご紹介です。インテルコア i3-12100F となります。価格は 13,980 円。もう何度も動画にしてるので詳しくは省きますが、この CPU は4コア8スレッドで数世代前の i7 や i9 にも匹敵するほどの性能を持っています。特にゲームに重要とされるシングルスレッド性能は高く、マルチ性能を重要視するゲームでなければ問題なく使用できます。前回動画にした後に気づいたのですが、フォートナイトのようにマルチスレッドリングを許可などの設定がある場合は、i7 や i9 には叶いませんが、それ以外のゲームでは FPS にそこまで差がありませんでした。それなのに価格は 13,980 円という超破格。本当にこの CPU コスパいいわよね。そうなんですよ。この CPU でないとコスパ10万円パソコンは厳しいかもですね。現在は在庫切れのところも多いのですが、売れ筋のこのあたりの商品は近いうちに在庫が復活すると思うので、その時を狙って購入するのがいいと思います。ちなみに内蔵グラフィック付きの12100は18,800 円で購入できます。i3 だけ差額が5000円程度あるので、安く組みたいのであれば F 付きを選んだ方がいいと思います。内蔵グラフィックが付いてればグラボがなくてもパソコンは動くもんね。ですです。ということで CPU はこのくらいで、次はクーラーを見ていきましょう。シュラララ。さてクーラーですが、コスパパソコンを組むのであればリテールクーラーで十分だと思います。こちらは付属品なので価格は0円。再度検証したのですが、パワーリミットを解除しても最高温度は60度で収まりました。この温度はオープンフレームなので、実際にケースに収めると温度も少しは上がるかもしれません。ケースのエアフローが大事ってことね。シュラミちゃん、エアフローなんて言葉どこで覚えたの？ともかく、この新しいクーラーは冷却面では結構優秀だと思います。予算に余裕があれば安いクーラーに交換するのもありね。では次はマザーボードを見ていきましょう。前回はアスロックの H610MHDVM.2 をチョイスしたのですが、やはり格安なだけあり拡張性が低そうだったんですよね。メモリスロットが2スロットだったり、拡張カードスロットが少なかったり、そんな中お店を見に行ったら上位チップセット B660 のマザーが差額2000円で売っていたので、そちらの方がいいかなと思って今回はこちらをチョイス。それがこちらになります。型番は B660MDS3HDDR4。 こちらはギガバイトのマザーとなります。価格は 14,850 円。いろいろなお店を見たんですが、このマザーを売ってるのがドスパラしかなかったんですよね。調べてみたらドスパラの専売品だったようです。このマザーであればメモリも4スロットあるし、 M.2 のヒートシンクも1つ付いています。別売りのヒートシンクを買うなら最初から付いてた方がいいもんね。ですです。
それに H610 と比べると B660 の方がメモリ OC ができたり 2.5GB に対応していたりと機能面でも優秀です。でも安いということもあり、USB の数が少なかったりするので、ここら辺はコストパソコンとして割り切るしかないと思います。まあそれは安いから仕方ないわよね。そこら辺の割り切りは大事ですよね。では次、メモリを見ていきましょう。今回はインテル第12世代のマザーボードですが、こちらの対応メモリは DDR4 のため、DDR4 のものをチョイスしていきます。前回紹介したクルーシャルバリスティックスブラックがまだ売っていればよかったのですが、格安すぎたのか残念ながら完売。あのメモリかなり安かったもんね。価格 .com で探したところ、クルーシャルの CT2K8GB4DFRA32A が 3200MHz の 8GB×2 で最安でした。こちらの価格は6479円。他にも G スキルのものがヒートシンク付きで300円ぐらいプラスというものもあったので、そちらでもいいかもしれません。ゲームによってはメモリ爆食いのものもありますが、一般的なゲームは 8GB×2 の容量があれば大抵のゲームは動作するので、コスパ的にも 8GB×2 で十分でしょう。予算が許すのであればヒートシンク付きの光るものもいいですよね。あんたのパソコンもうざいぐらい光ってるもんね。では次ストレージを見ていきましょう。シュララ。今回チョイスしたストレージはこちら、CFD セレクション EG2VN9500GB。こちらの価格は5870円。これは前回と同じね。ですです。こちらはドスパラで税込み5870円という破格です。最近は M.2 も安くなったみたいね。速度は Gen 3なのでそこまで速くないのですが、 SATA 接続と比べたら3倍ぐらいの速度があるのでこれで十分でしょう。価格コムでは同じぐらいの容量で同じぐらいの価格帯のものもあるので、ここら辺はメーカーの好みなどで選んでもいいかもしれませんね。ねえねえ、容量って 500GB で足りるの？最近のゲームは容量も大きくなってきてるので、500GB だとあまり多くのゲームは入れられませんが、数本のタイトルをインストールする分には問題ないと思います。動画編集なども考えてるのであれば、後々ハードディスクを搭載したり大きめなストレージを選んでおくのもいいかもしれません。まあ予算次第よね。それでは次、今回の主役とも言えるグラフィックボードを見ていきましょう。今回チョイスしたグラフィックボードはこちら、パワーカラーの RX6500XT となります。価格は33000円。出た、発売日に買ったやつ。本当はクロート志向の29800円をチョイスしたいのですが、まだ発売前だったようで売っていませんでした。なので今回はこちらをチョイスしましたが、最安構成を目指すならクロート志向のもので良いと思います。ちなみに性能は、ぜひこちらをご覧ください。おい、それでは次、電源を選んでいきましょう。今回チョイスした電源はこちら、クロート志向 650W 電源系 RPWD系650W85+。 こちらは前回と同じでクロート志向の 650W のものをチョイス。前回はドスパラで6180円だったのですが、こちらが売り切れで違うところを探してみたところ、アマゾンで6300円で販売されていました。価格って結構上下するのね。ですね。ドスパラだと1500円ぐらい高くなっていたので、購入するならアマゾンの方がいいと思います。こちらはセミプラグインタイプなので不要なケーブルを取り外すことができます。組み立ての際に SATA やペリフェラルのケーブルを外しておけるのもいいわよね。あと、今回の構成は合計でも 300W 以下の消費電力なので、このくらいの電源容量を選んでおけば間違いないでしょう。500W 程度でも問題はないと思うのですが、価格もそこまで大差がないので、あまり無理して削る必要もないかと思います。それでは次ケースを選んでいきましょう。ケースは今回もこちら、サーマルテイクバーサ H17 になります。こちらの価格は税込みで3000円。コスパケースと言ったらこれって感じですよね。M80X サイズまで入るケースとなってます。サーマルテイクはコスパケースが多いわよね。ですね。ということで今回のまとめに行ってみましょう。シュララララ。ということで10万円構成第2弾。全パーツはこちら、合計、83359円。となりました。おお、なかなかいい値段になったわね。あれ？でもこれって OS 入ってない。安心してください。前回安い OS を探した結果、DVD 版にしてたんですが、コメント欄で、この構成じゃ DVD 入らないよ。DVD ドライブつけるからプラス5000円だな。OS はロス。まあいろいろと書いてくれてた方がいたんですが、
このパーツ金額なら、こちらの OS を買うことができます。こちらは USB タイプの OS で、価格は15,480円となります。お、じゃあこの OS をさっきの合計に入れると、総合計、98,839円となります。おお、10万円切ったわね。はい、現状の新品パーツたちで組むにはギリギリではありますが、10万円を切ることができました。あ、ちなみにグラボをクロート指向のものに変えれば、3000円ぐらいさらに安くなりますね。性能については 6500XT の動画を見てもらえれば、大体わかるかなと思います。まあメモリ容量が違うんですけどね。ということで本日はここまで。もしこの10万円構成が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。